東カリマンタン州で開催された2008年大会の開会式で披露されたダヤク族の伝統舞踊、ペカン・オラフラガ・ナシオナルはインドネシアで4年ごとに開催される州大校の総合スポーツ競技大会である。この大会は日本の国民体育大会に相当する。ペカン・オラフラガ・ナシオナルをあえて日本語に訳すと国家体育習慣となる。1951年に ジャカルタで開催された大会に出席するスカルの大統領とモハマッドハッタ副大統領インドネシアスポーツ協会は1938年にサッカー協会を含む各競技協会を統括する機関としてジャカルタで設立された。日本軍政下の1942年から1945年まではスポーツ活動は体育の練習活動として行われていた。 1945年にインドネシア独立宣言が発布されると、スポーツ活動運営は国家が統括するようになった。1946年1月に中部ジャワ州のソロで会議が開催され、ハメンクブルの旧姓を会長とするインドネシアスポーツ委員会が立ち上げられた。インドネシアは1948年当時独立を果たしていなかったため国際オリンピック委員会に、 加盟しておらず、同年に開催されたロンドンオリンピックに参加することができなかった。1948年5月1日、オリンピックに参加できなかったことに関して、ソロで緊急会議が開催された。この会議において、国内で体育大会を開催することを決定、第1回大会は1948年9月8日から9月12日まで開催された。 ペカン・オラ・フラがナシオナル第1回大会の期間中、多くの競技部門でユニフォームシステムが試験導入された。それまでユニフォームについてはっきりとしたルールは定まっていなかった。後にヘルスストレングス・オーガニゼーションと解明することになるバンドンのオーロラ・クラブの場合、特典表示システムがウェイトリフティング競技で試験導入された。このウェイトリフティング競技では、初代王者に カール・スギアントが輝いた。ジャカルタで開催された第2回大会の開会式19月30日事件のため中止。ありがとうございます。